毎度フローターパイロットのヒロボーです。これからビックラのスイミングテストを行いたいと思います。ヒロボーテストを受けます。それではあなたの泳ぎ見せて。丸一番ウェイトは 19g です。浮き姿勢です。ドーン、こんな感じですね。それではドーン。ボヨヨンシステムが動いてるかどうかは分かんないですね。おお、潜ろうとしても潜れないですね。いい感じでバジングしてくれるんじゃないでしょうか。やったね。ブル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 と水押し感がたまらないです。ここからのラバフもいい感じですね。うん、大成功。それではラップ塗装のあなたの泳ぎ見せて。ウェイトは 18g です。浮き姿勢です。ドーン、こんな感じですね。それではドーンといって、おお、いいですね。バン浮いて、ブル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 と、ポーンといってからブル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 、アピールでかそうです。一日引いてても疲れないような巻き抵抗ですね。うん、やったぜ、大成功。ドン。それでは丸三番のディープ風のあなたの泳ぎも見せて。丸三番、19g です。それでは浮き姿勢です。ドン。こんな感じです。上がりも早いです。うう、大成功だと思います。ドド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 ちょっと投げて巻くと2、30センチ潜る程度でした。そしてこの子もいいアピールでしたね。そして丸三番ですね。やっぱりリップのところにちょっとエポキシを塗ってあるので潜りが良かったと思います。今回は大成功だったと思います。それではまたバス君に遊んでもらいたいと思います。ご視聴お気に入り。大きさ比較するとワイルドハンチと比べてこれだけ大きさが違います。そして昔よく使っていたマッドペッパーマグナムと比べてもこれだけ大きさが違います。